んちゃんはこの距離は6です。6番アイアン、結構じゃあアイアン使う派なんだね。使いますね。なんかこの距離もだいたいなんか女子プロの人とかもうUTDとか、そうか、飛ばないっすけどね。あ、そう、うん、なんかもうユーティリティとか使っちゃいますみたいなイメージ。違う、ディスってないよ。おい、間っぽい、よかった。綺麗に、セクシーショット。バカにしてます。いい。ナイス。ナイス。ナイショー。ナイソン。いや。下まで下げたんですよ。あ、じゃあやっぱいつもより飛んでるんだ。じゃあ右じゃん。微妙すぎて誰も何も言えない。何て言っていいか分かんない。何て言っていいか分かんないぐらいなんか右行っちゃいましたねみたいな。ミスショット、ミスショット。アキラはもうアキラ首でした。私の好きらしいです。大好きだったのに最近相性悪いんだよな。もう終わりかな。終わり。クリスマス前なのに。クリスマスとか関係ないからもう。あ、でもちょっと今日みんな赤だから。今日クリスマスね、やっぱちょっと意識しちゃったとこある。ちょうど意識しちゃったこととかあるな。そんなことないそんなことないそんなことない。今日22日22ですからね。下ってます。登ってくる、カップの手前からちょっと下りだす。あ、強いかも。止まれ止まれ。そうだよね。攻めすぎました。いい、惜しい。ああ、まさか、まさか。いや、結構切れましたね。切れましたね。いや、切れるよ。これちょっとドカンですか。ドカンって言ったらだいぶいっちゃうよ、本当に入る。ドカン。いや、ドカンじゃない。うわぁ、ドカンじゃんかよ。結構打ってたね。でも今、ちょっと謙虚だったから、くるって。まあ、あれ抜けてますよね。抜けてた、普段の感じです。やめてくださいね。結構際どかった。おー、ナイス。うまい、うまい。ダボになっちゃった。パー、ナイスパー。パー、うまい。パー、ナイスパー。ナイスパー、うまいですね。頑張りましょう。私、あの、雰囲気ゴルファーって言ってるから、いつも自分のこと雰囲気なの。なんかあれって思ったら意外叩いてるってやつだから。なんか意外叩いてるでしょ。練習どのくらいのペースできますか。ゼロ。えぇ、月になんか3から5回ぐらいクラブにいらない。そう、ラウンドだけ。それにで言うと上手い方。うん、それですごいですよね、コースだけで。80秒台出ますもんね。コース、うん、出ます出ます。すごい。
でも最近ちょっと少ないからちょっときつい。練習したら絶対もっと上手いですよ。やってる時はいい感じだよ、もっと、うん、もうちょっと。でもいいんですよ、私こんな感じでこんな感じでいいんですよ。今強一です。強一、はい、もう出たの、もう出ちゃいましたね。ほら、おお、え、いいですよ。振り遅れちゃった。じゃあ、バックスピンかかった。ドライバーでバックスピンって聞いたことないですよ。もっと寒かった、去年の冬とか、うん、寒かった。もう冬のゴルフは無理って感じでしたよね、うん、でも全然平気、はあ、大丈夫かな、地球は。地球何でしたっけ、温暖化、温暖化。え、冬はずっとゴルフとかやるの、合宿やる、あ、トレーニングが多いですよ、体作りとか。で、冬は、うん、激太りします、本当に。トレーニングして食べてみたいな。なんか夏ちょっと絞ろうってなるんですけど、うん、夏アイスとかの誘惑に負けて、うん、結局ゼロみたいな。ゼロで冬は食べるみたいな。食べる、お餅大好きです。お餅美味しい。どうやって食べるのが好きですか。え、もう普通に醤油で、ああ、海苔、もうあれ1日10個ぐらい食べちゃう。本当にだって朝昼晩って食べたらもうさ10個なんよね、2個ずつ食べて3個ずつ食べてみたいな。すごいな、お餅っておいしいよな。5番ウッドでいっちゃおうかな。ね、カエルじゃん。え、ほら、あ、ここに、おう、これ当たんないよね。あ、上がっちゃった、右行っちゃった。おお、ナイスナイスです。飛んだ飛んだ。ちょっと難しかった。はい、ナイスアウト。ちょっと打ち込んだら失敗しました。グッてやったら引っ掛けちゃった。止まんないっていうからグリーンが。確かにほのちゃんだいぶ転がってましたね、うん、失敗しました。何風なんですか。
です。気に入りコーヒー。はい。みんな上手。必死。お腹空いた。結構。ラストだから頑張ります。何が美味しいんだろう。マグロです。あ、マグロ？あるの。鉄火丼とかあります。鉄火丼系。そばです。あ、そば。そう、そう、そうです。へえ。やっぱ決めてるんですね。決めてます。迷っちゃうからもう。あ、もうそば。そう、そば早い。そば早いし。おー、まっすぐ。ナイスショー。ナイスショー。あ、でもナイスショー。これも飛びましたね。飛びました。すごい。おはようございます。めっちゃ飛んだ。すごい。やった。トレーニングってどんなようにしてるんですか？なんか瞬発系が多いですかね。どんな反復とか。うーん、いつも帰ってくる。そんな感じ。あ、そういうの。ジャンプをこう連続で高くジャンプして、それをとなんか止めないで。へーとかですか。とか下半身が大事だからスクワットとかですね。アイドル時代はトレーニングとかしない？トレーニングしますね。あ、そうなんですね。レッスンがあったりしてました。へえ。もう休みないんですか？いや、あります。 あるんだ、はい、すごい忙しそう。まあ、ほとんど公演と握手会、土日はほとんど握手会とかやってて、平日は公演。そう、チームごとに分かれてるから意外とお休みがあるみたいな。そうです。ある時はある。へえ。夏休みとかはもうほぼ毎日握手会とか。やっぱ休みの日はそう、うん、そうなります。へえ。やっぱ握手会とかに来る人って男の人が多いです。でもちっちゃい子から幅広いですね。で、そうなんですね。うん、そう。これが大変だったとかあります？へえ。なんだろうな。握手会。握手会はもうなんかずっと笑ってなきゃいけないそうだしね。そうですね。もうここ散りますよ。ほっぺたがもう。へえ。そう。顎が高いので失敗したら当たっちゃったら。バンカー手前とか。入っちゃったかもしれない。お、ナイス。あ、ナイス。うまい。すごい。だいたい130。じゃあ2番手ぐらいがちょっと系じゃない？そんなことあります？マートもナイス。めっちゃナイスですね。やばいね。やばい。本当にうまい。本当にうまい。ね。本当にうまい。バーディーチャンスですね。バーディーチャンスですね。頑張りましょう。みたいな。72。ちょっと下くぐって。
ナイス。ああ今のちょっと優しかった。ちょっと優しかった。意識しましたね。おお、いや今結構強いですよね。今強い。上りだから。パーパー？そうですか。ナイスパー。ナイスパー。すごいな。女の子だよ。ねえ。すごい。だってパー後半じゃなくて、ほぼパーじゃん。スタホールだけ。ね。すごい。違うの。違うのが。違うのが。でもほぼパー。ほぼパー。すごい。まだね、前半はちょっと緊張がある。だって全員初めてだよ。はい。そうなんですか。初めて。今日初めて。たどたどしくはなっちゃう。後半もちょっとね、多分盛り上がって。できるんじゃないかなと思います。はい、ゴルフは調子いい。ゴルフは今日いいですね。今日いいです、ね。いつもこんな感じですか。いや、いつもはもっともっと広いと思う。パターで4パットとかするときあるので、今日は調子いいです。パーオンだですからね。パーオン。めっちゃすごい。モナちゃんはどうですか。ちょっとやばいですね。やばい。なんかアドレナリンが出すぎちゃって。なんかすごい飛んでます。確かにね。オーバーに。うん。オーバーしてるもんね。で、オーバーしなきゃ入んないから。あ名言。名言でもないから。じゃ後半も攻めてくる。じゃあ後半もこんな感じでよろしくお願いします。お願いします。